はい、コバケンです、今日はですね、天草四郎でイザナミに挑戦したいと思います。天草四郎がねちょっとねイザナミに使えそうなんで、このパーティーとプラス、天草四郎でイザナミに挑戦したいと思います。多分ね勝ってるんじゃないかな。これは勝てると思うけどな。スピックリできればやりたいと思いますが、天草四郎のストライクショットがね通用するかどうかなんだよな。 OK、 おすげえいい感じ、いい感じだけどこれもそのままトントントコン。 OK、 腕ゾンビをやっつけろ。さあ反射レーザーを見たいんですね。どうですか、すげえいいね反射レーザー。イザナミも反射レーダー持ってるから反射レーザー VS 反射レーザー、おりゃなかなか強いな。 OK、 あーちょっと配置悪いからね下に戻る、下に行きたいな、ちょっと下に行きたい、戻る、よし、もうちょい下がかったな。まあいいや、まあいいや、ちょっとこれでハートを取りつつ、うん、よっしゃ、ステージ2、さあこの辺からね活躍してもらわないと困るぞ。天草四郎、うん、で、お、なかなかいいよ、下に来たな。で、あ、お、3体いっぺんに殺した。まあな、よし、これでまあな、ちょっと下手くそだな、下手くそすぎるだろ今な。お、また3体やっつけたぜ。さあこれ天草四郎が無理だ無理だ、貫通じゃやっつけられんぞ、貫通じゃ無理だな、さすがに。まあいいや、しょうがない、しょうがない、しょうがないっすね。どうすっか、いや、とりあえずそいつらをつけてるんです。うわぁ、すげえ黒な、なんでそんな1万も盗んでるの。 OK、 3体やつけたな。よし、ここでゾンビをやっつけて、 OK、 ナイス、ハートも2つ出てるから問題ないな。金にしたいな、ハートを金にしてるよ。こいつら腕なんと、もういいよ、お、金になった、金になったんで取りながら見つけます。お、いい位置に来たね。さあ問題はこっからだな。とりあえずねボスステージまで行かんと意味ねえからね。これ止まらんか、うん、OK、 すげえ強いよ天草四郎、マジかっていうぐらい強いな。これどうしよう、ゾンビやっつけるか、ゾンビ全然、あダメだな、うわうわうわ、どうすっかな、ゾンビやっつけるかな、それとも下にとどまるか。 OK、 よっしゃ、お、3体いっぺんにやっつけた、さすがテキーラさん。あー、もうこれ撃つか、これ撃ちます、これちょっと、イエーおい、ふざけんなよ、マジか。あ、またゲージ、ゲージを考えてなかったな今の。行け。ああやつじゃない、やばい。ハートが出てきたね。とりあえずこれでハートを、ちっちゃいハートを取り付ける。はい、どうやってる。天草四郎の反射レーザー暗いな。これは攻撃がないからイザナミ。
ちょっとあれするか。待って、次天草だからいいんだ。よし、たまにね、ゲージとかさ、見ないでそのままやっちまうからね。オッケー、これもしかしてすげえさ、余裕ぶっこいて勝てそうだな。なんか天草城の反射レーダーでも食らわすか。あ、当たんなし。オッケー、ケースで膝並みの反射レーザーより天草の反射レーザーの方が強いぜとか。どうしよう、とりあえず下行くか。下で、あー違う、下行く、ゾンビに行こうと思ったら、とりあえずダメだな、ゾンビをつけてもらうというか。うわぁ、だけどさ、すげえ威力じゃないよ今の。そんなにさ、あれしてねえでしょ。ちょっと下に行くか。あ、バカ。まあいいや、こういうところでね、あの反射レーダーの威力を使いたいんだけどね。すげえ、息が一人で3体やってきた。テキーラは強いだろう。ちょっとね、この腕やつをつけとこう。そして天草四郎をで、なるべくゴン、あ、やっつけちった。まあいいや、やばいやばいやばい、こんなところでやられるわけにはいかんぞ。反射レーザー食いな。うん、テキーラがいるから、あ、いいや、分かった。やばいやばいやばい、ハート来い、ハート、そろそろハート、ハート来たから。そっか、うん、どうしよう、これはちょっと邪魔したくないんで、この辺出せるか。 OK、これ、これでいけんじゃない？ハート取りつつ、うん、ケイン、すげえ、やっぱ使えるわ。マジすげえわ、天草四郎、恐るべし。あ、ハート来ないかな。よっしゃ、ハート来た。ケイン、ハートが来たんで、とりあえず、あー、やばいな、上のやつだけ助けたいんだけど、これダメかな。 OK、 よっしゃ、ナイス。ん、ナイス、横感、金になる、金、金に、金になってくれ、金になるよ。さあ、ここでね、イザナミの時はセットしないといけないんだよね。ええ、すげえ、上の方でもいいんだけどな、多分な。オッケー、あ、止まって、オッケー、よし、いい感じだね。さあ、こっからです、問題は。さあ、どうすっかな、貫通だから上に行けんだよな、しますよ、これで。ゴール。おっしゃ、結構削ったね。結構じゃないか。じゃあ、これで、行ってくれるかな？行ってこいよ。ゴール。あ、全然、全然いかなかったし。おお、すげえ、反射レーザー。反射レーザーがゾンビをやっつけるぜ。もうゾンビやっつけるか。あ、ダメか。
ケー、うぜえなこいつら。レッチリのちっちゃいバージョンどうね。どうぜこいつら。うわくそ、反射レーザー食らしやがったな。ケー、ピピピピ、うるさいな、ちくしょう。さあ問題はこっからです。どうすっかな、しとくか。さあ勝てるかね。すいません、ここからですねちょっとね、効果音とちょっとの実況の音が入らなくなってましたんで、ちょっとここから最後の方くらいまではちょっと効果音と実況が入っていません。申し訳ありません。ではですね、間違えてですねマッチショットを打ってしまったんですね。まさかねあんなにうまく決まるとは思いませんでしたね。もう最悪です。天草四郎のストライクショットを打つ前にですね、テキーラのね、テキーラのストライクショットを打って弱点が出てて、そこでね、まさかね、ムラリオンの
マッチショットがね、あんなにうまく決まるとは本当思いませんでした。ちょっとね、失敗したんで、またね、動画を上げ直したいと思います。